グラフィカルな平面作品。長野市在住の美術家中村春さんのシルクスクリーンです。中村さんは信州大学教育学部を卒業後、市内の中学校で美術教師を務めていました。今はグラフィックデザイナーをしながら創作活動をしています。市は2018年から長野市にゆかりのある作家の作品展を開いていて、13回目となる今回は中村さんの作品152点を展示しています。シルクスクリーンという技法を用いて、その僕のこう好きだなっていう、なんか結構そういうシンプルな気持ちを抱いたものをモチーフに、ちょっとこうデフォルメされたような形で、カラフルでなんか楽しい感じな作品があるかなと思います。ちょっとガラス越しにも見えるこの部屋の、ちょっとこの壁面にかなりこう大量に絵を飾らせていただいてて、この中にも結構こう多分パッと見どうやって作ったんだろうなみたいな作品もあるかと思うんで、ちょっとそういうなんか自分が気に入るものとか、なんか探しながらこう見ていただければ楽しいんじゃないかなというふうに思います。中村春さんの個展コンポジションは長野市芸術館展示サロンで来月2日まで開かれています。